エーロンは、旧約聖書のモーセ5書や、クルアーン、コーランに登場する人物。モーセの兄で、モーセと共に、ヘブライ人のエジプト脱出を指導した。レビ人、アムラムとヨケベドの間に生まれた長男で、モーセの兄、ミリアムの弟にあたり、伝統的に、イスラエルの祭司の祖であるとみなされている。アーロンとも言い、アラビア語では、ハールーンと呼ばれる。モーセと共に、ヘブライ人のエジプト脱出を指導したことで、その生涯の事績が、モーセ5書に記されている。出エジプト記にはアロンに関する記述が非常に多い。はじめ、アロンは、神からモーセに会うよう命じられた。神はまた、自分は、口が立たないために自信がないというモーセに対し、アロンが雄弁であることを述べ、彼と共に民を導くように命じている。アロンは、モーセと共に、ファラオの前に出て、イスラエルの民の解放を要求し、杖を投げると蛇になるなどの奇跡を見せている。また、神がファラオの心を変えるために下した10の災いにおいては、神がモーセに命じ、アロンがそれを聞いて杖を振ることで災いが下されている。着手がすべて殺されるという災いの後で、モーセたちはエジプトからの脱出を許される。エジプトを出た時アロンは83歳であった。アロンには、エリシバという妻とナダブ、アビフ、エルアザル、イタマルという子供たちがいた。ナダブとアビブは、規定に反した行いによって死んだようである。アロンは、荒野での放浪の初期においては、モーセの補佐役として重要な役割を担っている。アマレク人との戦いにおいては、モーセが杖を上げている間は、イスラエル人が優勢になっていた。モーセが疲れて手を下ろすと、フルという人物と共に、モーセの左右でその腕を支えた。また、シナイ山に神が姿を現した時には、アロンは2人の息子と長老たち、モーセと共に、シナイに登ることを許された。神に近づくことが許されたのはモーセだけであったが、アロンと息子たちは、神の命令によって、祭司として仕えることを命じられる。その命令を受けて、祭司の特別な服を着せられ、性別を受けて聖書で神に仕えることになった。このため、アロンは、ユダヤ教における祭司の祖とされている。これらのモーセのパートナーとしての頼りになるアロンの記述とは対照的にモーセと神に逆らうアロンの姿もモーセ5書の中に見られることは非常に興味深い。例えば、モーセが帰ってこないことで不安になった民がアロンに要求し、アロンは金の子牛の像を作らせて神とモーセの怒りを買っている。また、荒野を放浪した民がヘツロトにいたとき、ミリアムとアロンはモーセがクシュ人の女性を妻にしたことを非難したため、雲の柱の形で現れた神がアロンとミリアムに対して怒りを表し、罰としてミリアムは重い皮膚病にかかる。ここに至ってアロンとミリアムは自分たちの行いを悔い、アロンがモーセに許しを求めたため、ミリアムは神の指図によって1週間宿営から隔離されに、戻ることができた。アロンはメリバの泉で神を怒らせたため約束の土地に入ることが許されなかった。アロンはホル山の上でその生涯を投じ、イスラエルの人々はその死を悼んで30日の間、服喪した。ホル山は現在のヨルダンの世界遺産ペトラにあるジャバルハールーンであると言われており、そこには少なくとも13世紀まではアロンの名を冠した。修道院があったと言われる。別の伝承に由来する新明記16では、モセラという場所で死んだことになっている。モーセ5書には様々な伝承が統合されているためアロンの描き方にばらつきがある。これらの記述から歴史的なアロン像を見出すことは非常に困難である。そもそも最初期の出エジプトの伝承にアロンという人物が存在したことを疑う向きもある。イスラム教の聖典、クルアーン、コーランでは、アロンすなわちハールーンは、過去の預言者の一人として登場する。ハールーンは、ムーサー、聖書のモーセの兄で、ユダヤ教徒に律法を伝えた使徒であるムーサーを助けるために神によって預言者に選ばれた。クルアーンにおいて、神、アッラーフは、ハールーンを、ワズイール、宰相としたと語っており、イスラム共同体における指導者の政治的な補佐役で、アル・ワズィールの典型とみなされる。ムーサーよりも雄弁な人物ともされ、ムーサーは、自らの言葉を信じてくれる援助者として、ムーサー自身と一緒に、アニ・ハールーンを使わしてくれるよう神に懇願している。またハディースにおいては、イスラームの預言者ムハンマドはアリーに、あなたは私にとって、ムーサーにとってのハールーンのような立場である。ただし私の後には預言者はいない。と述べたという伝承がある、ムスリムの新聖宗より。シーア派では、この伝承は預言者、ムハンマドの第一後継者と考える一つの根拠とされている。ハールーンの名は、ムスリム、イスラム教徒にとって一般的な男性名の一つであり、ハールーン・ア・=ラシードらの名に用いられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。